はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、こちら、新キャラクター、呪術廻戦コラボ、伏黒&虎杖評価ということで、やってまいりました。いや、ちょっと性能見たんだけどね、マジ強いと思う、これ。古戦場で特に使うタイプだね。系統としては FF コラボのプリッシュと近い感じだね。光のプリッシュって前回の光古戦場で使われたんですよ。こちらのキャラね。FF11 かなのコラボなんだけど、FF じゃなくて、呪術廻戦コラボの、伏黒&虎杖は闇属性のその枠っていうようなイメージで使ってもいけるし、強くなっても使えそうな予感がする。かっこまだ試せないっていう感じですね。まあ、ちょっと理由とかいろいろ喋っていきたいと思います。性能としては奥義効果が、闇ダメ奥義ダメ極大で自分のダメアビが即時使用可能となりますと、ダメージアビリティは1アビと2アビですね、1アビが、自分の奥義ゲージ 20% アップで、2アビがヌエ敵全体に闇属性ダメージ、強化効果を1つ無効化、光属性攻撃ダウン、感電レベルが1上昇ということで、ディスペルとダメージと感電と光攻撃ダウン。光攻撃ダウンって結構レアで、攻撃力を普通よりもより下げることができるんですよね。なんで、結構優秀なアビリティをもらったなって感じがする。で、サービが意気昇天。これ、エンディングをクリアしないと手に入らないんで、今んとこ1週間後ですね。これが入手できるのは。なんだけど、自分が確定 TA、プラス闇追撃効果、プラス攻撃大幅アップっていう、まあ、今をときめくアビリティが詰め合わせっていうような感じですね。攻撃大幅アップは1ターン。1回じゃなくて1ターンになってるので、使いやすい部分もありそうです。はい。で、スクラの器、通常攻撃でオギーゲージが上昇しないが、必ず連続攻撃。非ダメージ時に警定剣が発動します。で、第2サポアビが玉剣コン。敵が特殊技を使用し、敵全体に闇属性ダメージ。っていうような感じになってて、かなり攻撃に特化したようになってるんだけど、その中でもね、非ダメージ時に警定剣が発動するっていうところと、玉剣コン、敵が特殊技使用時闇属性ダメージっていうのによって、ダメージの回数が多いんですよね。古戦場のお肉集めで HP50% を切った際に、与えるダメージっていうのがすごい効率よくてですね、それが古戦場でもかなり有用そうです。はい。動きとしては、まぁ、ちょっとこの編成は全然関係ないんですけど、まぁまぁまぁ、HP50% 生きてぇなぁ、いけるかなぁ。ちょっと微妙そうだなぁ。まぁ、こんなところか。こんなところか。こんぐらいか。ちょっと行き過ぎか。通常攻撃で行こう。行け。これで HP50% に行った際に、ボスがさ、下段、まあ、こうやってドンドンドンってするじゃないですか。で、非ダメージ時の効果と、特殊技使用時の効果によって、警定剣と玉剣コンが発動するから、まあ、闇属性のボーマンみたいなノリで使えるっていう感じですね。ボーマンが2人に増えたっていう風に考えると、さらに闇属性のパワーが上がったなっていう感じはします。はい。結構ボーマンとね、虎杖&伏黒は似てるような感じがしたっていうところ。古戦場でまずここで使えるっていう時点で有用性はあるなっていうような感じになってるんだけど、それ以外にもね、優秀だなって思うポイントは結構あった。奥義効果を使用時に、自分のダメアビが即時使用可能っていう風になってんだけど、まあ、ディスペルが発動するんだよね。だから、まあ、奥義、剣豪編成、闇剣豪で奥義主体に戦うみたいなのも面白いかもしれない。どういうことかっていうと、まあ、奥義ダメージが極大になってるんで、こうやって、こうやって、まあ、こうやっていくじゃないですか。例えばだけど、まあ、こうやってアビリティポチって純粋に奥義ゲージを貯めてって、ちょっとアビリティ使う順番めちゃくちゃ間違えたわ。これで、こうやって奥義かまして、他のキャラクターが奥義を使用したりすると、奥義ゲージはビュンビュン、虎杖&伏黒は増えてるんですよ。通常攻撃時の奥義ゲージが増えないっていうデメリットがあるんで、通常攻撃のゲージは増えないんだけど、まあ、1アビを使用時だったりとか、まあ、他のキャラクターが奥義を使ったり、みたいなタイミングの時は、しっかりと奥義ゲージは上がってくれるっていうような感じですね。なので、奥義を結構重視してあげる。まあ、例えば闇属性のビカラを入れてあげたりすると、まあ、なんか奥義はそんなにその、奥義全然発動しねえなみたいな感じにはならないです。はい。なんか奥義がね、
いや、頑張ってるんだろうけど、ちょっとシュール入ってる。いや、すごい、すごいなんか、頑張りを感じるんだけど、まあどうしてもやっぱこれは、やっぱこれはなんか、目が肥えてしまったのかな、俺もな。で、ダメ浴びが1浴びと2浴び即時使用可能になるので、まあこういった奥義主体の編成であれば、かなり高回転でディスペルかませるんですよね。奥義を打つだけでディスペルが上がるっていう風に考えると、うん。そういう意味でもね、なんか奥義ゲージを上げるみたいな編成の使い方っていうのもあるかなっていう風に思ってます。はい。これで、奥義ゲージがまたあるんで、まあ2ターンに1回とか奥義打てたりするかな。うん、これで奥義を打って、じゃあ1浴びと2浴びが上がります。みたいなね。うん。奥義編成で使って、まあアビリティダメージで戦っていくっていう動き方もあるかもしれないなっていう感じです。はい。いいダメ出ますよね。で、それ以外の部分で言うと、まあちょっと上の方になっちゃうんだけど、ちょっとどころじゃない上の方になっちゃうんだけど、エレシキガル編成でも使えそうな感じがします。エレシキガルって、通常攻撃の、ダメージがすごい上がるんですけど、バトル開始時、奥義ゲージアップ 100%、2ターンの間、ターン終了時、奥義即時発動可能効果、メインソビジ主人公のみっていう風になってんだけど、イタドリアンと伏黒の3浴びって、使用可能が3ターン後なんですよね。だから、まあ、ベルセルク、ここら辺のエレシキガル、ちょっと遅めになるんだけど、3浴び使えるんですよ、イタドリアンと伏黒。だから、まあ、少しターンが長い、HP が多めだねっていうボスに対して、攻撃大幅アップ状態は間に合うので、攻撃大幅アップでぶん殴る、みたいなね。うん。まあ、そういった動きもできるかなっていうところです。ちょっと実際にやってみようか。まあ、実際にはやれないんですけど、例えばだけど、まあ、残り3ターンになってるわけですよ。で、1ターン目ぶん殴って、2ターン目ぶん殴って、まあ、ここら辺か。まあ、ここが次か。まあ、ここが次の状態ぶん殴って、上がりました。サナビが。で、まあ、ウェポンバースト組み合わせたりして、みたいな感じでね。うん、まあ、これで追撃、攻撃、大幅アップがついた状態で、とんでもないパワーで敵を殴る。みたいな。そういう動き方も考えられるっていう風に思うと、なんかいろいろと使い道があるよな。エレシキガル編成でちょっと長期を狙ったり、古戦場の肉集め、ワンターン討伐系、敵の特殊技にちょっと依存しちゃう部分はあるんだけど、アビリティダメージと非ダメージ反撃によって、ぶちかましていくっていう、まあそのスタイル、まあいろいろと組み合わせが広がるかなっていうところで、まあかなり未来を感じました。ちょっと惜しむらくはね、LB とかでアビダメ上限ないんだよね。アビダメ上限欲しいな。もうちょっとアビダメ欲しいなとは正直思ってる部分はある。はい。まあということで、EX リミボとかはアビリティダメージゴリゴリに振っていくといいんじゃないかな、なんていう風に思います。はい。ということで、新キャラクター、イタドリユージ&伏黒恵、評価でございました。参考になれば幸いでございます。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。